低身長の男性芸能人をご紹介していきたいと思います。身長が低くてもかっこいい。好感度が高い方々が勢揃いです。個性豊かな男性芸能人を見ていくことにしましょう。1位、田中裕二。田中裕二さんの身長は154センチです。田中裕二さんは、1988年3月に太田光と共にお笑いコンビ、爆笑問題を結成。当初は本邪魔家や浅草キッドなどと並んで注目されたが、1990年に所属事務所から独立したことで仕事が激減。1994年より出演したボキャブラ天国で大ブレイクして復活。1998年に初の看板組、号外、爆笑大問題がスタート。2000年から笑っていいとも、の曜日レギュラーを務めた。以降も、爆笑問題のすすめや、サンデージャポン、爆報、ザ・フライデーなどの番組に出演。俳優としても、MR.BRAINや、サザエさん、9点などのドラマに出演している。私生活では2000年に一般人女性と結婚したが、2009年に離婚。2015年にタレントの山口萌えと再婚した。2位、岡村隆史。岡村隆史さんの身長は156センチです。岡村隆史は大阪府大阪市出身の1970年7月3日生まれ。現在年齢は52歳。吉本興業所属。岡村隆史は高校時代サッカー部に所属しており、同部活の1年後輩に後の相方となる矢部博之がいた。また部活の1年先輩には矢部の兄がおり、兄が先に吉本の養成所 NSC 大阪校へ入学したのをきっかけにお笑い劇場へ足を運ぶようになっている。これがきっかけとなり自身もお笑いの道へ進みたいという気持ちが芽生えたが、父の勧めで大学を受験。1年間の浪人期間を経て大学へ進学したものの、矢部に誘われて自身も NSC に入学したため中退している。岡村隆史は1990年に吉本運営の養成所 NSC 大阪校へ入学し、相方の矢部博之とお笑いコンビ99を結成した。1991年からはアイドル芸人ユニット吉本陰天然素材のメンバーに加わり、大きな人気を集め東京へ進出。以降はめちゃにイケてるや東の岡村の旅園プライベートでごめんなさい、ぐるぐる99など多くのバラエティ番組に出演し人気を博した。また1995年には映画ベルリンで役者デビュー。以降は映画妖怪大戦争や決算、忠臣蔵、バイオレンスアクションや大河ドラマ麒麟が来るなどに出演している。3位、中川豪。中川豪さんの身長は158センチです。中川豪さんは兄弟漫才コンビ中川家としてご活躍されています。弟の礼二さんは身長171センチあり、体格も豪さんと違って恰幅が良いです。そんな兄弟がちぐはぐなところも人気の理由です。1992年に吉本総合芸能学院に第11期生として入所し、同期には陣内智則や剣道小林、田村健二らがいる。1996年に ABC を笑い新人グランプリで最優秀新人賞を獲得し、関西圏のローカル番組への出演が増える。2000年の明石家マンション物語で準レギュラーとなって全国的に人気も上昇。2001年の第1回 M1 グランプリで優勝してブレイク。以降は荒引き団やさんまのお笑い向上委員会などの多くのバラエティ番組に出演。中川豪さんの出身高校は府立の共学校の森口東高校です。この高校は1983年開校の府立高校です。中川さんは高校時代はラグビー部に在籍して部活動に打ち込んでいました。ただし当時のこの高校のラグビー部は強豪で、中川さんはレギュラーになれませんでした。そのため高校時代に挫折を味わったとインタビューで話しています。ちなみにポジションはスクラムハーフでした。4位、森田剛。
森田剛さんの身長は163センチです。グループ V6 のメンバーとして活躍されています。私生活では2018年にかねてより、交際が噂されていた宮沢りえさんとご結婚をされ話題となりました。1993年にジャニーズ事務所入り。同年の舞台、アナザーで俳優デビュー。1994年の半熟ランでドラマ初出演。1995年に V6 が結成され、メイドインジャパンの大ヒットなどで、一躍人気アイドルグループとなる。同年のミラクル仮面高校生でドラマ初主演。1997年の NHK 大河ドラマ、毛利元就の演技で俳優として注目される。以降も、シャドウ商会変鬼楼や月下の騎士、金を見上げて、などのドラマで主演している。2003年のコスミックレスキューで映画初出演。2016年のヒメアノールで映画初主演。2018年3月に女優の宮沢りえと結婚した。5位、山田涼介。山田涼介さんの身長は164センチです。せい。ジャンプのメンバーとして活躍されています。山田さんはアイドル。歌手としてだけではなく、俳優としても注目されています。スタイルも良く、パッと見は高身長に見える山田涼介くん。ジャンプには150センチメートル台から170センチメートル台と、幅広い身長のメンバーがいますが、山田涼介くんは164センチメートルでどちらかといえば小さい組。知念くん、有岡くんと3人で、チビーズと呼ばれることもあるそうです。ちなみに、スノーマン佐久間大介くんとはお互いに、チビ、お前もだろ、と言い合う仲なのだそうです。ジャニーズ事務所入所前の、ジャンプ山田涼介くんは、J リーグの、JR ユースセレクションに合格するほどの実力を持っている、サッカー少年でした。そんなある日お母さんとお姉さんが履歴書を送り、オーディションを受けることに、最初はオーディションを受けるつもりはなかった山田くんですが、当時欲しかったワールドカップのピンバッジを買ってあげると言われオーディションへ。そのオーディションは通常のオーディションではなく、今同じグループで活躍している、ヤブくんとハチオツメくんが所属していた、ヤヤヤーの道と公開オーディションでした。ジャンプ山田涼介くんはたくさんの作品に、出演していることでもおなじみですよね。数々の演技関係の賞も受賞するなど、俳優としての活動も順調です。ここでは、そんな山田くんのドラマや映画の出演歴をまとめてみました。6位、宮迫博之。宮迫博之さんの身長は、169センチと言われています。実は宮迫さん自身が公表している身長は167センチですが、テレビで見るともっと身長が高く感じるという視聴者の意見から、169センチではないかと言われています。1970年、大阪府茨木市生まれ、お笑いコンビ、雨上がり決死隊として、様々なバラエティ番組、ドラマに出演。また、2001年、宮迫博之、兄貴による、音楽デュオックズとして CD デビュー。2004年にサードシングル、すべてが僕の力になるって、オリコン初登場1位を記録。吉本興業退所後、YouTube チャンネル、宮迫です、をスタート。2022年10月現在、登録者数約136万人。チャンネルではお笑いのみならず、宮迫のお箱である、ラブイズオーバーをはじめ、様々な名曲をカバー。バラエティに富んだコンテンツを展開。2020年6月には DJ 社長プロデュースのもと、歌手としてのデビューを宣言。雨上がりを含む4曲のオリジナルナンバーを配信リリースしている。2022年3月、渋谷に自身の焼肉や牛宮城をオープン。以来、予約困難な盛況ぶりを見せており、今後もお笑い芸人、歌手、飲食店オーナーなど、様々な方面で活躍が期待されている。7位、神木隆之介。神木隆之介さんの身長は167センチです。神木さんは
子役時代から活躍をされている俳優さんです。その他にもジブリ作品の声優も務められたことがあります。1995年から CM に出演し、99年のテレビドラマ、グッドニュース出演以降、人気子役として数々のドラマに出演する。映画、お父さんのバックドロップで注目を集め、初主演映画、妖怪大戦争では、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞する。その後も映画、テレビドラマに多数出演し、13年の主演映画、霧島、部活やめるってよで、子役から若手俳優への成長を印象づけると、実写版流浪に剣心の、京都大火編伝説の最後編では瀬田宗次郎役を好演。その後も、バクマンや、トゥーヤングトゥーダイ、若くして死ぬで活躍し、大ヒットコミックを実写映画化した。3月のライオン2部作では主演を務めた。声優としても、千と千尋の神隠しや、仮暮らしのアリエッティといった、スタジオジブリ作品をはじめ、大ヒット作、サマーウォーズや君の名はで、主人公の声を担当した。8位、小池徹平。小池徹平さんの身長は167センチです。小池徹平さんは、ウエンツ瑛士さんと共に、WAT を結成し活動をされていました。小柄でその上、可愛らしいルックスをされています。2001年第14回ジュノンスーパーボーイコンテストで、グランプリを獲得し、芸能界へ。2002年フジテレビ、天体観測でドラマデビューを果たす。同年、ウエンツ瑛士とシンガーソングライターデュオ WAT を結成。2005年11月シングル、僕の気持ちでメジャーデビュー。同年末の NHK 紅白歌合戦に初出場し、2008年まで連続出場を果たす。2006年映画、ラブコンで映画初主演。2007年にはシングル、君に贈る歌でソロデビューする。2008年の映画、ホームレス中学生にて、第32回日本アカデミー賞新人賞受賞。2016年2月に WAT を解散。2016年ブロードウェイミュージカルの傑作。キンキーブーツ、日本版公演。2017年ミュージカル、キャバレーに出演。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。